アスプローバサンプル3のデモンストレーションを行います。この工場では自動車ボディの XT1 と XT4 を生産しています。グラフィカル製造ボムを選択し、XT1 の生産工程を表示します。まず第一工程は XT1 マテリアルという原料をカット工程に投入します。カット工程にはカッター1という機械があります。カット工程の後、フォージ1、ショット1、ラブリケーション1、その他たくさんの工程を通り、最終的にアセンブリー工程、インスペクション工程を通って XT1 が作られます。工程の詳細を見るためにスプレッドシート表示に切り替えます。第一工程、カット工程では XT1 マテリアルという原料を投入します。投入数量は出力1に対して 0.02 です。XT1 マテリアル1つから50個生産できることを意味します。カット工程ではカッター1という機械を使い、1個あたり 5.5 秒かかります。第2工程は 4G1 工程で使える資源は 4G1。生産時間は4時間です。その他の工程も同様に定義されています。第12工程はアセンブリー工程で、アセンブリーライン1、2、3、4を使います。最終工程はインスペクション工程です。これらの工程を通り、XT1 が完成します。マスター情報を定義したら、次にオーダー情報を入力します。これがオーダーテーブルです。オーダー1は、XT4 を4月17日までに5500個、優先度90で作ります。オーダー2は XT1 を4月26日0時までに4500個優先度90で作ります。資源ガントチャートを表示し、リスケジュールボタンを押します。スケジュールができました。製造オーダー1がこのスケジュールです。オーダー1は終了時刻が6月17日の15時4分です。これは製造オーダー2です。製造オーダー1はラブリケーションを4回通っています。このように同じ工程を繰り返す場合は、人手で生産スケジュールを立てることが非常に難しいです。アスプローバでは前後工程との時間関係、資源の負荷状況を確認しながら、マウスで簡単に作業を調整することができます。例えば、オーダー1を次の日に移動して、あとはリスケジュールボタンを押すだけです。このように、他の工程も同期化されて、スケジュールが変更されます。